イスラエル空軍第144飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍の飛行隊である。別名として、ガーディアンズ・オブ・アラバとも呼ばれる。第144飛行隊は、1972年に、IAI ネシェル戦闘機を装備する飛行隊として、市内半島のエツオン空軍基地で編成された。編成当初は、第111飛行隊と呼称されていた。 第144飛行隊は、ネシェルの単一配備が行われた2個飛行隊のうちの1つであった。1973年の第4次中東戦争には、ネシェルを装備して、作戦参加している。1978年になると、第144飛行隊の装備機は、IA i クフィル C2 戦闘機に更新された。1982年に、 キャンプデイビッド合意に基づくイスラエル軍の市内半島からの撤退に伴いエチオン空軍基地が廃止されると第144飛行隊はオブダ空軍基地に拠点を移した。1983年には新型の IAI クフィル C7 戦闘機の配備が始まり第144飛行隊のクフィル C にも段階的に更新された。 1993年の時点で、第144飛行隊は IAI クフィル、戦闘機を運用している最後の飛行隊であった。また、他のクフィル運用飛行隊では、クフィル C2 からクフィル C7 への更新が確認されていないことから、第144飛行隊は、クフィル C7 を運用したことが確認されている、唯一の飛行隊である。またこの頃に、 第144飛行隊は、オブダ空軍基地から、ハツオール空軍基地に拠点を移した。1994年になると、ピースマーブル法により、イスラエル空軍に F-16A-B ネッツが追加導入され、この機種を運用する飛行隊に改編された。第144飛行隊は2005年に解体され、運用されていた F-16A。 B 戦闘機は同年に再編成され、イスラエル空軍発の本格的なアグレッサー部隊となった第115飛行隊に移管され、引き続き運用されている。ありがとうございます。